ニオータム・ウィンター・スクエアは日本のプロレス道場兼試合会場。旧称はブルーフィールドなど2019年6月より現名称となっている。2002年3月 WWF を退団した高道の区がプエルトリコに設立していた日本人プロレスラー養成道場開園隊土壌の拠点を高の地元千葉県に移した。4月20日ディファーリケで 海援隊土壌の旗揚げ船、クラブ、K スーパー EV を開催。5月、道場で工業を開催したことにより、名称を海援隊土壌のイメージカラー、青にちなみちばブルー、フィールドと解消と同時に常設試合会場化により、海援隊土壌は同省拠点とするプロレス団体の名称になる。リングはもちろん音響、照明、映像設備、シャワー室、トイレ、 トレーニング装置を管理して、選手寮も併設している。レンタルも行っており、他団体の工業、テレビとラジオの収録で使用されたことがある。2008年1月20日、他団体の工業で使用された際に起こった不祥事の影響で2008年から2010年に再開されるまで他団体への貸し出しを中止していた。2011年12月1日、運営権を レイナ女子プロレスを運営している、レイナコーポレーションに譲渡されることを発表。12月18日、千葉ブルーフィールドとしての最終工業、K スペシャル、千葉ブルーフィールド最終工業、ありがとうブルーフィールドを開催。2012年1月3日、名称をレイナアリーナに解消と同時に、海援隊ドジョが最初の工業、K スペシャルを開催。 海援隊土壌の事務所は引き続き入居されており、海援隊土壌の定期工業も継続されている。2月12日、レイナ女子プロレスが初の工業、レイナ26を開催。2013年4月1日、運営権をクリエイティブアドバンスに譲渡されて、名称をブルーフィールドに改称2019年4月13日、6月から海援隊土壌が 団体名鬼オータム・ウィンターに変更することを発表。4月19日、6月から名称にオータム・ウィンター・スクエアに変更することを発表。海援隊土壌が団体名鬼オータム・ウィンターに有限会社海援隊土壌が法人名を有限会社オンリーアドバンスへ解消するのに合わせたものだった。5月26日、ブルー、フィールドとしての最終工業。 海援隊土助最終工業17年間応援ありがとうを開催。6月9日にオータム・ウィンターが初の工業チームバトル34を開催。この記事は以下のカテゴリーでも参照できますレイナー・アリーナに関するカテゴリーありがとうございます。